ということで、この中の圧力を0気圧くらいにちょっと加圧して、飽和状気圧を30度ぐらいに上げてやる、こういうふうな、まあ、目論みです。でこういうことをすると、例えば、まあ、熱機関としてはケミカルヒートポンプ、もしくはエネルギーエクセルギー再生技術で、ウィズコネアで言いますと、まあ、海洋温度差発電、これに似たようなことが、できてしまうというふうに言われます。で、採択される前にですね、表格出願いたしまして、この、まあ、DNA を用いまして、固体から水やオイルを抽出する方法というのを、取得いたしましたので、この方法を実際それに交換できました。でこれをやりますと、例えば、蒸発の、熱量を完全に確保することができる。で、さらには、その実現として、蒸発熱を積み上げることができる。ということで、今回、その油脂の、抽出できる量、この性量を明らかにするという試みです。で、より検討といたしまして、例えば、シアノバクテリアの青子、これを採取いたしまして、このような装置を作っております。DNA をですね、もう抽出管理に再度流すだけ。非常にシンプルなんですが、その際、ちょっとこの装置特殊なのは、5.1 気圧、若干加圧した状態で行えるような特殊な装置を組んでおります。ここがキーポイントです。で、さらに、絡む充填しているのは水分が非常に多い気体装置です。で、こういうふうな試験を行いますと、例えば卵巣の場合ですと、従来のグライダーエアコンとですね、同じだけの油脂量が、ちゃんと取れているというふうな具合です。他にもボトリオコックスでもちゃんと成功する。で、今回ですね、例えば新しくやりましたのが、ユーグレナ。これ、世界研究で行いました。ユーグレナの場合は、抽出した油脂量、分子量を伸びて、これですね、こちらの分子量を伸びてなんですが、DNA と適材抽出を全く同じです。ヘキサンの方は、前処理として乾燥を施しておりますし、細胞の破壊処理も施しています。それに対しまして、DNA の方は乾燥を全くしていません。そして、細胞の破壊も全くしていません。にもかかわらず、この両方が完全に一致しています。で、工業分析原則ですと、こういうふうな燃料特性全く同じ。ただ唯一違う点はですね、塩類が DNA の混入が多いというふうな、こういうふうな問題があります。これは DNA が少し極性を持っている、そういうソルベントだからです。また、ユーグレナの場合はですね、単に20分間ほど攪拌するだけで油脂が簡単に取れてしまう。というふうに非常にシンプルに取れる工夫があります。また、水油類の場合、まあ、こちらも、まあ、卵巣類なんですが、例えば従来方法として超臨界 CO2 のものと比較しています、そうしますと大体これと同じような、量が取れてくれる。でただしですね、 DNA の方も若干不純物がやはり多い、クロロフィルやヒコシアン、こういうふうな部分も、まあ、取れてしまう。若干こういうふうなデメリットは明らかになっております。他にもですね、キーポセロス、まあ、こういうふうな外骨格がですね、まあ、細胞壁といいますか、シリカでできている、こういうふうなものがかなり、まあ、高いだろうというふうに、エンジニアリングの観点から思いまして、これも試してみました。で、こちらの方は、まあ、通常の、まあ、ベッドのサンプルを作りまして、DNA の場合はそのままやりました。で、それ以外の、ソルベントエクストラクションの場合ですと、一旦フリーズドライして乾かして、そこから、やってみたとか、いろいろと、あるんですが、結果を申しますと、DNA の方ですね、20.3% トリタンに出してまして、従来の溶媒抽出だと、これ、細胞破壊の処理を施したんですが、なかなか取れていない。ただ、デメリットもありまして、例えば、ピクサンの場合、非常にファインなオイルが取れていますが、DNA の場合はもう完全にですね、緑色のものも含まれて、不純物もたくさん含まれて、こういうことが明らかになっています。で、残差を見てみましても、DNA で処理したやつはですね、完全にシリカの殻がこういうふうに体にいただいているというふうに、非常に良好に抽出している。ただ明らかになっています。で、先ほど不純物がたくさんあるとお話ししましたけども、従来のグライダイヤやヘキサンの、で得られた油脂の分子量、このカーブと比べて DNA のかなりグローな変なところにたくさん出ているということからも見て取れます。油脂の性状も、まあ、いろいろと検討しておりまして、もともとの微細層に比べまして、C や H、これが乱入量が増えて N、O が減って、ファインな性状になっていることが明らかになっています。で、続きまして塩石層。塩石層は、まあ、先ほど のたくさんいろんなここにありましたように、表面にですね、CaCO3 塩石と呼ばれる、まあ、こういうふうにシェルを覆っておりまして、非常にこれがCO2 を固定するという能力で、非常によろしいんじゃないかというようなことなんですが、ただですね、このカルシウムという油脂に混合してしまいますと、燃料として使おうとすると、当然この塗料の、金属が傷んでしまう。
ということで、この輸出中の監視、これはあるのかないのかというのを絶対に把握しなくちゃいけない。ということで、これもやっていきました。そういたしますと、これ確か水位の 60% くらいなんですが、こういうベッドのやつに、DNA 抽出の操作を、施しますと、残念ながらこういうふうに真っ白になってくる。で、抽出したオイル、こちらの方が DNA、こちらの方がヘキサン。まあ、ちょっとこれ色分かりにくいんですけども、若干緑がかっている。若干のこれ茶色の方ですね。でこちらの方が緑がかっております。で、これを、でさらにですね、この油脂の量、こちらの方に着目してみましても、DNA の方が、11.5 で、従来の、ソルベントエクストラクション、よりも若干、油脂の収量が多いということです。で、塩石の場合もですね、こういうふうなものが、細胞壁として存在していても、油脂の抽出の全く妨げにならないということが、今回、確認することができました。でさらにですね、この抽出油脂、これを全部で分析いたしますと、塩石は、DNA で抽出した、油脂の方には全く、混入しておりません。で抽出残渣の方にはたくさん塩石が残留しております。それに比べまして、ヘキサン抽出した方ですね、もう油脂を見ますと、こういうふうに、まあ、塩石がたくさん混入しています。でこれはですね、やはり従来の、ソルベントエクストラクションではですね、まあ、粉砕という操作が非常に有効である、油脂の収量を上げるためには有効である、これが非常にアップデートしているということがこれで分かります。他にも、まあ、オーラン長期という、こちらの方でも試験を否定してみました。で今回、まあ、用いたオーラン長期という、かなりオイルの含有量が高くてですね、64.2%。従来のソルベントエクストラクション、まあ、特にテキサンブライザイヤー、それとほとんど同じぐらいの量がちゃんと来るんです。で、これに対しまして、例えば長周期 CO2 抽出、これはですね、やっぱり CO2 の密度が、従来の液体のソルベントよりも若干、低いということもありまして、収量がかなり落ちているというふうなぐらいが、よくわかります。で、油脂の、まあ、正常もこのように分析しておりまして、もともとのですね、オーラン長期という。よりも、かなりファインが、も、するように変化しているということが、これからも見ていただきます。また、まあ、今日はあまり時間関係で説明しておりませんが、例えば脂肪酸のこういうような割合なんかも、それぞれ測定しておりまして、傾向といたしましては、DME はですね、まあ、水に部分するところの極性を有しておりまして、まあ、極性が、まあ、高い方がどうも低炭素の C16 の割合が若干増えるようだというふうなことが分かっています。他に、ですね、ここで緑藻のヘマトコーカス、これが出てくるんですが、こいつは少々苦戦いたしました。まあ、ご存知の通り、アスタキサンチン、これを含有することで、まあ、実験としては非常に面白いんだろうということで、まあ、そういう単純な理由で始めたんですが、実際にやってみますと、抽出残渣、これを顕微鏡観察してみましても、やっぱり若干赤色の部分が残っている。で、それに対しまして、このアセトン抽出、こちらの方は、きれいに完全に取る。油脂の含有、抽出できた油脂の量も若干少なくてですね、DNA の場合は 0.30g パーズライフグラムということなんですが、まあ、従来のアセトン抽出、まあ、乾燥して細胞を破壊して 0.43 取っていると。で、こういうふうにですね、DNA の場合ですと、